参議院の予算委員会は理事懇談会で、今日は北朝鮮による砲撃事件に関して、明日は中国漁船衝突事件や政治と金などについてそれぞれ集中審議を行うことで合意しました。その上で補正予算案の採決を明日行うことで合意しました。自民党などは当初検討していた仙谷官房長官と馬淵国土交通大臣に対する問責決議案の提出を先送りしました。補正予算案はその日のうちに本会議でも採決されます。参議院では野党が多数を握っているため否決される見通しですが、衆議院の議決が優先されることから明日中に成立する見込みです。